ベテランの人も、うん、初めて山に入る人もここでまあ亡くなる方もいるし生き残る方もいるし、今日はあのカナダグースの店舗にお邪魔してるんですけど、うん、これは一体どういうことなんでしょうか。10月11日に、はい、あのカナダグースが渋谷パルコでポップアップを始めるんですけれども、はい、まあ、それを記念して今日ちょっとこう皆さんにあのお集まりいただいたっていう感じですね。リカックスさんって山とか極地とかってどんなイメージ持ってるんですか。はい、行ってみたいなっていう気持ちはあの割と大人になってからはあるんですけど、まだ手を出せてない状態なんです。僕はあの北海道の札幌出身なので。あ、そう、はい、そうですよね、そうです、まあ、昔は寒いの大丈夫だったんですけど、うん、今も全然ダメですね。逆に夏の方が東京になれたらもう全然寒いのはあんまり今日はですね、寒いところは非常にたくさん行ってらっしゃる、そんな特別ゲストをお呼びします。写真家の上田さんです。こんにちは、よろしくお願いします。写真家の上田です、よろしくお願いします。上田さんはなんかすごいところで写真を撮ってるっていう話を聞きました。ついこの間だとエベレストに登って、はい、あの写真を撮ったりとか、うん、まあ、北極行ったり南極行ったり、まあ、世界中にあるいろんな極地っていう場所で写真を撮ってます。はい、あのインスタグラムとかそのインターネットで写真を拝見したんですけど、はい、本当にあのめちゃくちゃすごいところですね。そうですね、かなり、まあ、地球上でも過酷な、うん、最も過酷な場所ですね。うん、こんだけインターネットが普及している時代でも、うん、やっぱり僕たちが見たことがない想像できないような風景っていうのはこの地球上にまだまだ溢れているので、うんうん、まあ、それらを記録していきたいなというふうに思いながら旅をして、まあ、シャッター切ってるっていう感じですね。うんうん、今の活動を始めたきっかけは何だったんですか。きっかけは僕が24歳から1年半ぐらい世界一周の旅をしていたんですよ。はい、1年半かけて45カ国ぐらい、まあ、回ってきたんですけども、うん、その時にいろんな場所で同じような経験をして、それは何かっていうと、うん、アジアの奥地にあるようなガスも電気も通ってない村っていっぱいあって、うんうん、そういう場所でニューヨークの摩天楼の写真を見せたりすると、うんうん、目をキラキラと輝かせて、でそこには国境とか宗教とか肌の色だったり年齢だったり男女だったり、そういうものはまあ全く関係なくて、みんな同じように心を豊かにしていくっていう瞬間に立ち会うことができて、見たこともない想像もできないような風景を通じて世界中の人たちの心を豊かにしていくことができたらこんなに面白いことはないと思って始めたのが、まあ今の行動が写真家っていうのにつながっている。ぜひ実際に見てみたい、見たいっす、ということで、はい、あの持ってきていただきました。はい、こういう、はい、これはもう山の写真なんです。これは僕のヒマラヤデビューになったアマダブラムっていう山の、はい、写真です。で本当にね、60度とか70度とかの壁を、うんうん、まあ、カメラ背負ってずっと登っていくんですけども、うん、これ登頂した時僕肋骨折ってて、うん、うわ、なんか登頂した時、そう、岩場とかを登るんですよ。その時に一回落ちちゃって、うん、で、肋骨折っちゃって、うん、怖っ。で、その状態で、まあ、なんとかギリギリ登ることができた、うん、まあ、それでも行く、それでも行ったんですねそうですね、骨は折れて も心は折れなかった。心は折れなかった、ね、うん、というかもうこの時もう僕全然仕事もなかったし、うん、行かなきゃ何もなんないってなって、うんうんうん、取らなきゃどうしようもないと思ったんで、これは、夜です。あの満月のヒマラヤって、はい、めちゃくちゃ明るくて、うん、外で本が読めるぐらい、影ができるぐらい明るい夜なんです。こちらはそれはエベレストですね。頂上に立って初めて頂上からだと目の前にエベレストがドンと見えるんですよ。で本当に満身創痍で登頂を果たした時に目の前にこの山が現れて、あれが世界で一番高い場所
なんだって思って、そこからの風景はどういう世界が広がってるんだろうって思って、あそこ行きたいって思ったのがエベレストを目指したきっかけになったこの風景です。はい、じゃあもう一つお写真。はい。これはどこに行った時ですか？これは、マナスルっていう世界で8番目に高い、はい、山に登って撮ってきた写真ですね。はい、8000メートルある山、いくつあるか知ってますか？はい、知らないです。14個なんですよ。14座っていうんです。14座しかこの地球上には8000メートル方というものがないんです。で、その8000メートルを超えた領域をデスゾーンって言うんですけど、そこに人間はというか、生物は生きていくことができないし、そこに人間がいるだけで死がどんどん近づいてくる、領域、そこを撮影したいと思って、じゃあ8000メートルに行くしかないので、8000メートルの、このマナスルっていう山に行って撮ってきた、写真。これだって上から見た尾根ですよね。まさに8000メートルのデスゾーンって言われている領域から、山の尾根を、はい、1枚です。これもなんかこう、月みたいな、ね、それは、氷の壁を、登りながら、その写ってる真ん中の人は僕の相方なんですけども、この人と一緒にいつも2人で登ってるんですけど、じゃあ今回この山に登った時、準備期間はどれぐらいかかったんですか？準備は、1年ぐらいですかね。海外の山って登るのすごいお金かかるんですよ。なんでそれを費用を集めたり、スポンサーを探したりとかっていう風な感じで、準備期間していたっていう感じですかね。いわゆる死と隣り合わせじゃないですか。それはなんかどういう風な気持ちでじゃあ行こうってなるんですか？行く時は、もう楽しみ 100% なんですよ。これベースキャンプで撮ってる、ベースキャンプから初めて山と対峙すると怖さがそれを上回ってきます。目の前で人が亡くなったりすることもよくあることなんで、そういうのをリアルに目の当たりにすると、果たして生きて帰ってこれるんだろうかっていう、暗い感情がどんどん押し寄せてきて、で山に入るとそれがどんどんなくなってきて、撮る時はもう割と最初の真っさらな好奇心でシャッター切るっていう風な感じですね。どういうタイミングでシャッターを切ろうっていう気持ちなんですか？どこ見ても綺麗な景色なんですけども、その中でもおって思う前にもシャッター切ってるんですけども、っていう風景があるんですね。ここの構図がどうだとか、全然考えてない。撮って帰ってきてみて、あ、ここ撮ってたんだみたいなことが結構多いですね。お金とかってどうやって貯めてたんですか？文章を書く仕事もしてるので、そういった撮影だって、あとは写真集だったりプリントを、学装したプリントを販売したりしながら、貯めていったって感じですね。最後に、見ていただくのがエベレストの写真です。すごいよ、この色彩がもちろんすごいんですけど、このなんかこう天然のきらめきとかもちゃんと映ってるんですね。そうですね。すごいなと思って、夜11時ぐらいにファイナルキャンプを出て、で、朝9時ぐらいに登頂して、夕方戻ってくるんですけども、夜中出発してもうめちゃくちゃ寒いし、風はものすごいんですよ。本当に吹き飛んでしまいそうなぐらい風が強くて、で雪もめちゃくちゃ降ってて、どんどんもう体力もなくなっていってしんどいっていう時に、向こう側からその太陽が昇って、気温的にももちろんそうですし、メンタル的にもやっぱり心がポジティブになるんですよね。その時にやっぱり美しいなって思いながら撮った一枚です。これもすごい、月面着陸みたいなね。真ん中に2人いますね。2人いて、それも、エベレストの6500メートル地点ぐらいから、下を見ると、クライマー2人が、登っているところが見えたので、シャッターを切ったっていう風な写真に。その上田さんが持ってる写真も絵みたいですよね。7500メートルぐらいから見たエベレストです。
7500m ってもうちょっとで頂上ぐらいのイメージなんですけども、うんうんうん、エベレストはここからまだ、1500m ぐらい登らなきゃいけなくて、うんうんうん、まだこんなに遠いんだっていう改めて実感しましたね。こんなにでかい山なんだ、8800m の山はって、はいはいはい、うんうん、もう一個も見てもらいたいんですけど、はい、かなりエベレストで危ない場所だと言われているアイスホールっていう場所の写真ですね、はい、ここに人がちっちゃく写ってて本当だ。でもこれの氷の塊がいっぱいあるんですよ。これがいつ崩れてくるかわからないんです。うわ、でこれが落ちる場所に自分がいるかいないかが生きるか死ぬかを分ける本当にロシアンルーレットみたいな場所なんです、そんな運ゲーみたいなことあるんですね、はい、ここは運ゲーです。ベテランの人も、うん、初めて山に入る人もここでまあ亡くなる方もいるし生き残る方もいるし、一番辛かったタイミングはどこでしたか。辛かったのは、キャンプ2っていう場所があって、うん、6500m ぐらいの、うん、そこで天気がものすごく悪くなっちゃって、うんうん、5日間ぐらいそこに停滞しなきゃいけなくなっちゃって、はい、で食料も1回登って降りてくる分しか持って上がってないし、うんうんうん、で生きていくというか正常に活動できるギリギリのラインが、まあ、6500m だって言われて、まあ、それでもやっぱり体力はどんどんなくなっていく、うんうん、登ることができるのかどうかも分からないし降りることもできないみたいな本当に閉じ込められた状態で、うんうん、5日待つっていうのはものすごくそのメンタルがやられましたね、はい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 、これもしその海外の山に登ってみたいってなった時に、はい、まず何から始めたらいいと思いますか。富士山あるじゃないですか、うん、11月ぐらいから毎月最低1回11月12特に1、2、3月っての富士山ってめちゃくちゃ厳しいんですよ、うんうんうん、ものすごく難しいんですね登るのが、をずっと登ってました。行っても3700m あるので、うん、高山病の一番最初のステップをクリアするための高度順応っていうのをそこでまあ練習というかしていました ね、高いところってこう動かなきゃいけないわけですから、ね、そうですね、登って撮らなきゃいけないっていうのはやっぱり結構しんどい、ね、うんうん、だから写真撮ってる時は僕あの吐きながら撮ってます。へえ。高山病になってるんで、はい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 、マイアミに初めて行った時に、はい、海がこうピンクとブルーとすっごい綺麗だったんですよ、はいはい、この空の色は綺麗だったとかなんかそういうなんか印象に残ってるものって何かあったりするんですか。やっぱり最近だと一番印象に残ってるのは、うん、6000メートルとか7000メートルぐらいまで登ると空の色って濃紺になるんですよ、うん、宇宙の色だって僕たちは呼んでるんですけども、うんうんうん、まあ、空気の、揺らめきがなくなってきたりとか、うん、宇宙が単純に近くなったりとかっていう風な原因があるんですけども、昼間のまだ太陽が出てるのにその本当に真っ黒に近い濃紺の空色を見たときはこれがヒマラヤの空なんだっていう風にかなり印象に残ってますね。そっか、反射する空気が少ないから、そうなんです、より、だから星も瞬かないんですよ。はいはいはい、そうで、空気の揺らぎがあるから星ってチカチカ、うん、瞬くって言い方するんですけど、うん、もう定常光みたいに常にピカピカ光ってるっていう、うんうん、あれはやっぱり忘れられない、今日は山に必要なアイテムも持ってきていただいたということで、はい、で、まあ、当然なんですけども、はい、カメラ、そうですね、は取りに行ってますからね、はい、これ多分持ってもらったら分かるんですけど結構、いや絶対重いでしょ、こう望遠、そうですね、重いですよね。だいたいレンズ何個持ってくんですか。レンズは頂上には3本持っていきます。あ、そうなんです。はい、で、まあ、ボディ2つと、はい、で、バッテリーを20本ぐらい持って、そうだ、ベースキャンプ出ると、ベースキャンプだとソーラーパネルで充電できるんですけど、はい、うん、まあ、そこから出るとまあ充電できないので、うん、電池がなくなるともうカメラって撮れないから、ね、それはかなりちょっと余分なぐらい持っていって、うん、重量だとそうですね5から7キロぐらいは、はいはい、まあ、三脚も持っていくし、そうですよね、ぐらい持って上がって、もう一つ、はい、
何でしょう、墨汁かと思ったんですけど、墨汁じゃない、あの炭する方のリップクリーム、うん、羊羹なんですよ。え、羊羹、ドラヤの羊羹です。あ、マジか、本当だ本当だ本当だ、ドラヤの羊羹、うん、これは絶対に持っていきますね。へー、あ、栄養補給だ、栄養補給、エネルギー補給です、ね、糖分がどうしてもなくなってくるので、うん、かつ高い場所に行くと味覚が変わるんですよ。はいはいはい、地上で美味しいと思ってたものが、うん、上だと全然美味しく感じなくなって、うんうんうん、で唯一、まあ、僕の個人的なあれ調べだと羊羹は味が変わらない、8000メートルでも変わらない。へえ、マジっすか。だからこれをいつも2本ぐらいですかね、うん、一番最後の日まで取っておいて、8000とか8500メートルぐらいの最後あと一歩頑張んなきゃっていう時にこれを食べてエネルギーを補給して。へえ、標高8000メートル級の山は どのぐらいの気温なんですか。だいたいマイナス30から35度ぐらい、うん、まあ、ただ風はめちゃくちゃ強いので、うん、体感で言うと、まあ、そこからマイナスさらに10度とかに、はい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 、マイナス45とか50度、強ければ60度ぐらいになっちゃうような環境ですね。うん、今日ね、はい、皆さんもカナダグース着てますけども、はいはい、着てます。あの上田さんの後ろにあるそのピンク あのダウンジャケットなんですけど、あの1982年にカナダ人で初めてベレスト登頂に成功したローリー・スクレスレットっていうあの方がいまして、その方となんかその共同開発したダウンなんですよね。うん、はい、あのいろんなこうメーカーさんってやっぱりそのダウンジャケットとかこう売れてくると生産背景をこう第三カ国に移すことが多いんですけど、うんうん、カナダグースさんって今でもこう雇用を守るためにメイドインカナダでずっとやってるんですよね。13工程、そしてあの60人の手があの入っていて、なんかそのいろんな人の手をこうなんですかね、動かして作られてるっていう、あのパフォーマンスラグジュアリーって言ってるみたいなんですけど、なんかすごくこう丁寧に作られてますよね。あのエクスペディションパーカーっていう80年代から作られてるあのカナダグースのもう定番で、でこれはあの南極ですかね、マクマード調査隊みたいな、うんうん、はい、そこに働いている科学者の人たちの意見をもとにこう作られた、はい、これ もうマイナス20度とか全然いけるみたいですね、うん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 、なんかそういうのだけじゃなく、うん、あのリカクスさんが、ね、はい、今着てるやつ、あのエンジェル・チェンっていう、うん、あの中国 あの若いデザイナーで、去年あのちょっとこうアキラみたいなテーマのビジュアルプレゼンテーションがすごい話題になったデザイナーが、スリワックボンバーっていう、それもあのカナダグースさんの定番のジャケットをもとにちょっとこうオーバーサイズにしたり薄めにしたりアレンジしてる、そうそうそう、はい、似合ってますね、可愛いですこれ実はなんかあのここのお店、はいはい、あの冷凍室があるみたいなんで、マジっすか、実際にこうダウンジャケットを着てそこに入って試してもらう、あ、なるほどね、ちょっと入ってみますね、はい、入れるんですかじゃあぜひ入らせてください、行きましょう、お、寒い、あー、なるほどね、はいはい、ダウンベスト寒いっすそうか、ダウンベストと思ってたね、スタート地点のベースキャンプがだいたいこれぐらい、あー、なるほどね、はい、ここスタートみたいな、ここから始まっていくぐらいの感じです、はいはい、夜だとまあこれぐらいになりますね、はいはい、じゃあそれでは上田さんの今後の目標とかビジョンを教えてください。今ヒマラヤで撮影を始めてちょうど4年が経って、エベレストを登頂することができたんですけれども、まあ、まだまだ、世界中には魅力的な、まあ、山があるので、まあ、そこを登りながら撮影をしていきたいなっていうのが一つと、うん、もう一回水平の旅に戻ろうかなと思って、うんうん、それこそ変わりゆく自然っていうテーマで、うん、砂漠だったり森だったり氷河だったり、まあ、動物も含めてまだまだ見たことがない風景があるので、うん、その縦軸と横軸を同時進行しながら写真をこれから撮っていこうかなというふうに思ってます、うん、本日はいかがでしたか、はい、技術で何でもできてしまうのにこんなにも何もできない人間たちがいっぱいいるっていうのを改めてこういう写真を見て実感するので、それはすごくなんか興味があるというか面白かったし、なんかまだまだこういう発見っていろいろあるんだろうなってすごく思いました。